はい、今日もですね、ポケモンカードゲーム、レイジングサフ6パックチャレンジやっていこうと思います。まだこいつら、カプコケコとかグラードンとか、全然見れてないんで、ちょっと見たいですね。ゴース。お、AR 来てる。パラソルお姉さん欲しいんですよね、SR、SAR がね。鉄砲魚。はい、お、グラードン来た。グラードン来ましたね。見たいって言ったら来ました。グラードンの AR ですね。これ AR の中でもかなりなんかデザインいいですよね。はい、幸先いいです。あとは本当に SRSAR が引きたい。光ってるよ。テッシードクタン、深丸。これはダブルレアか？はい、カプコケコ EX のダブルレア。いや、見たいって言ったやつ、グラードンとカプコケコ一気に来ましたね。メテノの AR もなんか綺麗な感じ。見たいですね。びっくりした。グラードンとカプコゲコ来ないって言ったら速攻来ましたね。はい。タマンタ、グライガー、ドンファン、シギナメと。6パックっつっても5分の1の確率だから来てもいいと思うんですけどね。マイナン、お、光ってる。レアっぽいな。ゴマゾウ、ゴースト、ザシアンは2枚目かな。ザシアン、この前も見たな。あと2パック。チョンチー、青木さん、この前 SR 引いたんで、またこれは AR かな。カラミンゴ、雪わらしの AR はこれ、この前も引いたな。はい。で、ゲンガーと。なんか、ノーマルカードもなんか、種類少ないんかっていうくらい被るような気がするんですけど。さあ、ラストですね。光ってる。雪わらし、テッシード、ゴマゾウ、ああ、イベルタルのレアですね。で、メテノ。もうなんか、ノーマルカード同じのしか、テッシードなんてもうなんか、何回目？ 5 回目くらいじゃないですか。はい、ということで、今回は、グラードンの AR でしょ？で、雪わらしの AR。で、レアのイベルタルとザシアン。で、ダブルレアの、カプコケコということで。はい。まあ AR2 枚出たんでね。よかったですかね。ご視聴ありがとうございました。